塚本総一は日本のジャーナリストで NHK ソウル支局長、報道局国際部デスクを経て解説委員。現在はオービ美林大学の教員。1989年、慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、記者として NHK に入局。新人時代を山口局で過ごした。学生時代から韓国に関心を持ち、入局時山口県が 歴史的経緯から継承難道と友好関係を樹立していたという事情も重なり、二極目となる東京転勤後は、今日に至るまで報道局国際部所属となり、朝鮮半島情勢を担当することになる。途中中国総局で北朝鮮問題を担当し、2013年4月の時点ではソウル支局長を務めている。また、 2012年8月からは NHK が支局を置いている韓国放送公社の日本語、国際放送ラジオ番組、金曜座談会に、在ソウルの日本メディア他社支局長らと共に、出演者として名を連ねる。NHK 報道局国際部副部長。田中光成。養業同窓会関東支部総会、講演会、懇親会。 平成16年1月24日対、東京工業大学養業同窓会、2016年1月7日閲覧。アナウンサー名館、KBS ワールドラジオについて、KBS ワールドラジオ、KBS ワールド2013年4月5日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2016年1月7日閲覧。なおラジオ番組であるが、番組サイトでは、過去の放送内容が、 動画配信されている。お知らせ、NHK 報道局国際部副部長の塚本総一氏が来学、講義、東洋学園大学、2016年1月7日閲覧、ありがとうございます。